塩原嵐義信は、千葉県木更津市出身で九十部屋所属の現役、大相撲力士。本名は、渡辺義信。本名の名前から十五代将軍などと称される。身長170センチメートル、体重146キログラム。得意技は押し。最高位は東十両十枚目。血液型は AB 型。幼稚園時代から、父と共に、 相撲の稽古に励む。小学6年の時には、関東大会優勝を果たす。2006年全国都道府県、中学校相撲選手権にてベスト8に入った。幼少時より九十部屋へ入門することを志し、体を鍛えるため志向を一日数百回踏んでいたという。同学年の剣翔とは、出身地が近いことから、アマチュア時代は何度も顔があったという。 中学校卒業後、九十部屋に入門。2007年3月場所初土俵。翌、5月場所から3場所連続で勝ち越しするなど、順調に昇進していった。初土俵から1年後、3段目に昇進すると同時に、4込を渡辺から千代嵐に改めた。その後も勝ち越しを続け、初土俵から約2年で、幕下昇進を果たした。 その後はなかなか幕下に定着できなかったが2009年後半からは定着。そこからは2011年の大相撲やお嬢問題による引退力士が大量に出たこともあって幕下上位に番付を上げ、同年5月場所では幕下17枚目で5勝をし幕下上位に番付を上げた。翌7月場所では場所後半にもつれ込んだものの勝ち越しを果たし、 9月場所にて重量昇進を決めた。新重量で迎えた9月場所は12日目で、関取として初の勝ち越しとなった。ところが、翌11月場所、9日目の勢い戦で、土俵下に転落した際に、右足首の虚骨骨折の怪我を負い、10日目から地震初の休場。当初は全治1ヶ月とされていたが、翌場所も全休となり、 幕下43枚目まで番付を落とした2012年3月場所で復帰。以降は6場所連続勝ち越しとなり、東幕下4枚目で迎えた2013年3月場所では6勝1敗の好成績で7場所連続の勝ち越しを決め、場所後には最重量昇進も決まった。しかし翌五5月場所は7勝8敗で負け越し。翌九9月場所も早々に負け越した上に、 左膝人体損傷により14日目から休場。結局2場所で重量両から陥落した。当初の診断書では3週間の安静可用を要するとのことだったが、怪我が長引いて、翌9月場所から3場所連続で休場。3段目の回まで落ちた2014年3月場所から土俵に復帰し、この場所は自力の差を見せて7戦全勝で3段目優勝を飾った。 その後は、少しずつ番付を上げ、二千十五年五月場所では、東幕下二枚目まで番付を戻したが、一番相撲から四連敗を喫して五番相撲から休場。翌、七月場所からまたも三場所連続で休場となり、二千十六年一月場所では、序二段となった。この場所は七戦全勝としたが、優勝決定戦で、同じく怪我によって、番付を落としていたカイトに敗れて、 優勝はできなかった。2017年以降は幕下中位での土俵が続いている。2021年3月場所終了現在、ありがとうございます。